ユスバル線は、かつて、福岡県加保郡稲月町にあった漆星駅と、同県田川郡赤村のユスバル駅を結ぶ計画に基づく、日本国有鉄道の鉄道路線である。1922年に交付された、改正鉄道不設法別表に掲げられた、福岡県ユスバルより、上山田を経て、漆星付近に、至りる鉄道が、このユスバル線であり、 漆る線と田川線を結び、部前川崎、大任、行橋を経由して、筑豊丹田の石炭を、須尾灘に面した京都軍神田町の神田港に輸送するための短絡線として計画された路線である。低品位石炭を神田町に運び、大々的に火力発電を行うとともに、政府が失業救済事業として打ち出した路線でもあった。1957年7月、 国鉄によって建設工事が始まったが、エネルギー革命により、石炭事情に変化が起きたこと、工事線上の田川郡大東町と同郡川崎町の間 2km ほどに小河工業の工区があり、工事線下の石炭が掘れないことに対する保償を求められて、その交渉が数十回にも及んだことに加え、国鉄の財政難も影響し、その工事は予定よりも遅延した。 この時点で国鉄は完成しても赤字経営は必至だとして建設にも消極的であった。しかし関係町村の度重なる陳情により工事は継続され国鉄が単年度赤字を出した1964年からは同年創設された日本鉄道建設公団にその工事が引き継がれた。1966年3月10日にやっと 計画区間の西半分にあたる、うるし駅、武前川崎駅間が部分開業した。この完成した路線は、うるし駅から、上山田線の大熊駅、下山田駅間に接続し、そのまま同線の下山田駅、上山田駅を経て、武前川崎駅へ向かう線路であったため、路線としては、ゆすばる線を名乗らず、うるし駅、下山田駅間は、うるし線、 神山台北前川崎駅は上山田線の延伸として扱われた。また、単線の線路に単線が接続する形であったため、列車交換を目的として、接続地点に過保信号場が設置され、加保信号場・下山田区間は、漆清線と上山田線の重複区間となった。しかし、地区法地区の炭鉱の閉山が相次いだため、 石炭輸送の必要性がなくなり、1970年当半分に、当たる部前川崎駅ゆすばる駅の工事が一旦中止された。その後、神田町に日産自動車九州工場が設置されることとなり、それに伴って、筑豊地区から同工場への通勤輸送が見込まれることや、筑豊地区にも関連企業が来る可能性が出てきたことにより、再度地元から陳情がなされ、 1973年建設工事が再開。1974年には建設予算も2億円から8億円まで増額され、信号や CTC の手配までされていた。だが、それもつかの間、1976年から国鉄総裁に就任した高木文雄の意向によって、この大赤字確実な動線の引き取りを拒否された。それは、 予算が組まれていたにもかかわらず、接続する、添田線の退任駅付近、終点の湯昴駅付近2カ所の合流地点で、国鉄が合流地点での具体的な工事について、鉄道交団との協議結果に対する回答が、本社から出ていないことを理由に、幼稚内に軌道敷設をさせなかったこと、国鉄下関工事局と、鉄道交団下関支社との協議はほぼ、成立していたものの、 双方の本社から協議結果に対する返事がないままであったことからもその対応が伺える。事実、8億円の予算が組まれても実際に使われたのは1974年度の1億5000万円が最高であり、1978年度は5000万円程度しか使われず、計上された予算の9割以上を返上しているといった状態であった。なお、 1977年には、沿線自治体に対し未開業区間の割増運賃制導入に同意すれば開業させるといった交換条件が国鉄側から出されていた。さらには1980年、国鉄再建法の施行により、ユスバル線全線が開業したとしても、1日の乗客密度が4000人、日以上という工事続行の可否を決める基準を満たせない。 収止見込みが出たため、工事予算は凍結され再度工事が中止された。ちなみに未開業区間の想定輸送密度はわずか300人、日であり、なおかつ、ユスバル線部分開業区間の漆製、下山玉及び上山田武前川崎間においても、輸送量は極端に少なく、元来の漆製線及び上山田線の営業係数を悪化させる現況となっていた。この時点で、 未開業区間である武前川崎駅から、ゆすばる駅間の工事は、用地取得93%、路盤63%、軌道布設42%が完了していたものの、それ以後工事が再開されることはなかった。開業区間は、ゆすばる線とはされず、前述の通りうる市政線と、上山田線の延伸としてそれぞれ営業されたものの、その歴史的経緯からか、 上山田線飯塚武前川崎直通列車は少なく漆清線から下山田、上山田を経て武前川崎を結ぶ列車が多数であった。本来貨物輸送を目的とした路線であったにもかかわらず開業した時期にはすでに地区方の炭鉱の多くが閉山しており、この開業区間において貨物営業が行われたことはなく、さらにこの両線と接続する応答駅のあった。 添田線、終点のゆすばる駅のある、田川線も、特定地方交通線に選定され、その結果1985年4月1日、添田線が廃止、ついで1986年4月1日、漆生線が1988年9月1日、上山田線がそれぞれ全線廃止となり、結局、未開業区間は未成線となってしまった10月1日、 平成筑法鉄道へ転換された。国鉄の分割民営化後、未開業区間の用地は、鉄道公団から国鉄生産事業団の管轄となったが、1989年に沿線市町村の川崎町、添田町、大東町、赤村に無償状とされた。旧ユスバ原線、野原越トンネルに入る赤村トロッコ。 北彦山線との分岐点付近には一部道場が残っており、分岐した近くにコンクリート橋も残っている。県道95号線と交差する箇所からは道路となっている。福田駅までの間に福田トンネルが建設されたが、現在は川崎側の入り口が道路工事の際に地中に埋まり、確認することはできない。大東側の入り口は現存しているが、封鎖されているため、 立ち入ることはできない。トンネルから福田駅を経て彦山川を渡る彦山川橋梁の直前までは、築堤がすべて崩されて道路となり、福田駅の位置は確認することができない。彦山川橋梁は現存しているがレールは撤去され、両端に柵が施されているため、中に立ち入ることはできない。彦山川橋梁を渡って、添田線跡道路との平行区間になるが、 大東駅跡地の公園までは、大東町の整備事業により駐車場、遊歩道となっている。大東駅より、添田線跡道路と分かれ、大東町の自然の森までは、道路となっている。途中にあった柿原トンネルや前後にあった橋梁は撤去、改札され、その後は確認できない。その後は、山林の中に用地が残るが、レールは全て撤去されており、 竹やぶと草で覆われている。橋梁はそのまま鉄数で残っている。山林の中で、野原古市、本村の二つのトンネルを越え、田川線のゆすばる駅へ合流する。2003年、ゆすばる線と田川線との合流予定地点付近に、平成地下放鉄道が赤駅を開設した。同年が秋以降、毎年春から秋にかけて、赤村民を中心としたボランティア、 赤村トロッコの会が月に1日程度、ユスバル線の跡地の上を通る赤駅と野原越トンネル内を往復するトロッコ列車を走らせている。トンネルの応答町側の出口までは行かず、トンネル内の大人町との町境付近に設置されたフェンスの手前で折り返し赤駅に戻る。なおトロッコが運行される区間は、導水管が建設されたためコンクリートによってかさ上げされ、 その上にトロッコ用の軌道が敷かれている。ありがとうございます。